真実。覚えたての愛しさは手紙の中書ききれず、あなたへ向けて押し寄せる、まだ言えない戸惑い、全てはこれから、いつでもこれから。 Now I'm ready to be Lady for love。 ふるさとニューヨーク。だから私は言ってやったんだよ、そんなことがいつまでも許されるはずがないって。ちょいと見てごらんよ。どこの子だ？見かけない顔だね。見てごらん、あの服。大したもんだ。じゃあ来週から行くのか。ああ、あのこの辺は。姉ちゃん知らねえのかい、ニューヨークって大都会だ。すみません、ベイスアベニューは。うるせえ。俺のどこが悪いんだ、バカ野郎。ふざけやがって。うわあ、この子は泣き虫だよ。ほら、どうしたんだよ。まあ、うるさいな。あの、すいません、ベイスアベニューはどっちの方ですか？ベイスアベニュー向かいのプレートを見な。あった！ベイスンアベニュー、ここなのね。ジューディー、あなたはニューヨークのベイスンアベニューにある教会の前に捨てられていたんですよ。ここが私の生まれたところ。ここが私の生まれたところ。教会だわ。私はここに捨てられていたのね。でもどうして？あげなくて辛くても強くなれるなら、寂しさを私のママはきっと私が生まれるとすぐ天国に行ってしまったのね。だからだからなのね。
加減にしなさい。さあ帽子を返しなさい。はい。ペス、何か忘れていない？ごめんなさい。どうもありがとうございます。マーゴよ。ジュディ・アボットです。あなたこの辺は初めてでしょう。ええ、この辺りじゃあなたのような格好は目立つもの。それで子供たちがいたずらしたの。悪く思わないでね。ええ、本当にありがとうございました。あら大変、そのスカートどうしたの？ああ、さっき木の枝に引っ掛けてしまって。ついてらっしゃい。私の家で縫ってあげるわ。あ、そのままじゃ道も歩けないわよ。ここの5階よ。おかえりマーゴ。おや、お客さんかい？ええ、このお嬢さん、広場で災難に遭ってね。おやまあ、いつもの通りペスたちのいたずらよ。なんだって？うちの子が。まったく申し訳ないね、こんな素敵な服を。いいんです、おばさん、もう気にしないで。ベラがいてくれて助かったわ。実はね、私お裁縫ってあんまり得意じゃないのよ。え？お裁縫も料理も全部ダメ。やれやれ、そんなこと自慢にも何もなりゃしないよ。あ、食べておくれよ、お嬢さん。はい、ありがとうございます。うわ、美味しそう。このクッキーね、ベラのお得意なの。いただきます。うわ、美味しい。いける、いつ食べても美味しいわ。ね、早くおいでよ。みんなもお入り。はい。あんたたち、これからどうなるかもう分かってるだろうね。シェリーをお出し。そんな。はい、おしまい。ペス、かぶってごらんなさい。いいの？ええ。よく似合ってるわ、ペス。お姉ちゃん、さっきはごめんね。いいのよ、もう。やっぱり目立つね。いいんです、記念になるから。記念って？今日この町へ来られた記念っていうことです。実は私この町で生まれたんです。そう、この町のどこで？さあ、それは生まれてすぐ他の町へ行ってしまったし。そう。でも自分が生まれたところをどうしても一度見てみたくて。それでどうだった？よかったと思います。とっても楽しかったし、もし私がここで育っていたらペスみたいな子になってたんじゃないかしら。そうかもしれないわね。マーゴおばさん、
今日は本当にありがとうございました。ジュディ、またいらっしゃい。はい、必ず。さよなら、ジュディ。ジュディ、頑張ってね。おじさま、ニューヨークというところは驚くことばかりですね。昨日のような貧しい街のすぐ近くにこんな豪華なお店があるんですもの。へー。ジュリアみたいに値段のことなどお構いなく気に入った帽子を好きなだけ買うなんて。さあ行きましょう。人生の中でこれにすぐる喜びってないんじゃないかしら。ニューヨークへようこそ。おじさま、わあ、素敵なお花。さあ、みんな車に乗って、まずは腹ごしらえだ。すごい。現代最高のオフィリア役者、マーゴット・フォスター。素敵な女優さんね。もんじゃないわ。さっきから私膝が震えて止まらないの。実は私もなの。まあまあ、チェンバー家のお嬢様とロイド家のジェームスが並んでらっしゃるわ。おじ様、あのお二人ご婚約なさったのかしら。あ、ジュリア、オペラグラスの方角が違うんじゃないかい？え？あ、ああ、あれほど気高いご気性だったのに、それがこうもたわいなく。あんなにも惨めなお姿に。そして私は、このオフィリアは女の中でも一番つらい。水際だった花のお姿が狂乱の毒気に触れてみるみるしおれていくのを、ただじっと眺めているだけ。昔を見た目、今このありさまを見ねばならぬとは。
さあ、ちょっと楽屋へ寄っていこう。え？楽屋へ？マーゴット・フォスターだ。古い友達なんだよ。オフィリア、素晴らしかったですわ。姪のジュリアだ。ありがとう、ジュリア。それから、こちらが同級生のサリー。お会いできて光栄です。こちらこそ、これからもよろしくね。はい。そしてこちらが、まあ、ジュディじゃないの。え？あら、ジュディ、お知り合いなの？え？私…ちょっと待ってね。驚かせてしまったわね。マーゴおばさん、マーゴおばさんなのね。お久しぶり、ジュディ。でもないか。君たち知り合いだったのかい？ええ、昨日スラムで。スラムですって？まあ、ジュディ、どうしてそんなところにいらしたの？道を間違えたのよ。それは変ね。だってスラムは私たちが絶対歩けないくらい怖くて危険なところなんでしょ？そんなことなかったわ、みんなとても親切でいい人たちだったわ。僕も怖いことなんて一度もなかったね。マーゴットと知り合ったのもスラムと呼ばれてるところさ。そうだったわ。あなたは私たちの野外劇を見に来てくださったのよね。うん、今日のハムレットと同じくらい素晴らしい芝居だった。ジュリア、スラムに住む人々は貧しいだけで我々と同じ人間なんだよ。でも、マーゴおばさんはどうしてスラムに住んでるかってこと？ええ、それはね、あそこが私の生まれたところだからよ。足長おじさま、ハムレットはそれはそれは素晴らしいお芝居でした。とても言葉では言い表せないくらいです。でも、私にとってもっと素晴らしかったことは、オフィーリア役のマーゴットさんと知り合えたことです。一流の女優として成功した人が、スラムで生まれたことを隠そうともしないで、今も堂々とそこに住んでいるのです。私はマーゴットさんの生き方にとても勇気づけられました。さんから書き留め、今頃何かしら。まあ、$50。ジョン・スミス氏の依頼によりお送りします。突然どういうことかしら。しまった、私の帽子。ジュリアみたいに値段のことなどお構いなく、気に入った帽子を好きなだけ買うなんて、人生にこれにすぐる喜びってないんじゃないかしら。そうか、私がバカなこと書いたから、それでおじさまは。帽子みたいなつまらないことに気を使ってくださるなんて、おじさまは本当にいい方ですね。でも帽子が欲しければ、毎月送っていただいているお小遣いでちゃんと買えるんです。おじさまのおかげで、世界で全く一人ぼっちだった私は、とても大切なものを手に入れることができました。$50で買える帽子なんかより、はるかに大切なもの、心豊かな人生と自由と独立を。長く暗かった子供時代が嘘のように、今の私は幸福です。だから、これ以上おじさまに甘えたくないんです。このお金はお返しします。自立を目指す女投資、ジュディより。
アが名門の女子大を受けることにしたんですって。私も行きたいんだけど、おじさまにあんまり迷惑もかけたくないし。え、奨学金？そうか、奨学金か。次回、明日にかける橋、お楽しみに。